フラットブッシュアベニュー、ブルックリンカレージ駅、車両行き先案内では、ブルックリンカレージ、フラットブッシュアベニュー駅は、ニューヨーク市地下鉄 IRT のストランドアベニュー線、南側終点駅である。ブルックリン区フラットブッシュのノストランドアベニューと、フラットブッシュアベニューの交差点に位置し、2系統が、終日、5系統が、平日のみ停車する。駅は、ニューヨーク市立大学ブルックリン ミッドウッド高等学校の最寄り駅となっている。ノストランドアベニューとフラットブッシュアベニューの交差点北西の階段1913年3月19日にニューヨーク市と2社の民間企業の間で結ばれたデュアルコントラクトの中の契約4において IRT がブルックリンクのノストランドアベニューに沿って地下鉄を建設することとなっていた。ノストランドアベニューに沿った地下鉄の建設は 周辺地域での不動産開発を促している。ノストランドアベニュー線は1920年8月23日に開業し、当駅は終着駅として同時に開業した。駅はニューヨーク市地下鉄内の終点駅において唯一、島式ホームを有していない東端式ホームの駅となっており、相対式ホーム2面と線路2線を有した2面2線の駅となっている。これは、 元々のストランド線が当駅を越えてマリンパーク付近までの延伸が計画されており1929年にもシープスヘッドベイまで延伸することが計画されていたため延伸する際に一般的な途中駅としての機能を持たせるためにこのような構造となったこのような延伸計画は1939年1946年1951年 1968年に再度提案されている。1968年、または現在の当駅の配線では折り返しを行う際に様々な制約がかかるため、この制約を最小限に抑えられるように折り返し設備を設けようと線路を当駅を越えて約1000フィート先まで伸ばすことを検討した。しかし、この計画は実行されることなく1971年に、 無期限延期となった。その後計画は再び1989年に再検討されている。1981年、または地下鉄内で最も老朽化している69駅の中に当駅を上げている。1993年12月より、駅は600万ドルの費用をかけて改装工事が行われた。この改装工事ではエレベーターが設置されたほか 1920年代の壁面のタイルで作られたフラッテブッシュアベニューと書かれた駅名標が復元されている。駅名標駅の先端側から線路方向を見る駅は相対式ホーム2面と線路2線を有した2面2線の地下駅で東端式ホームとなっているため駅の南側では両ホーム間を行き来することができる。平日は2系統が3番線を 5系統が2番線を全列車が使用している。ただし、5系統は、週末の終点が当駅ではなく、IRT レキシントンアベニュー線ボーリング、グリーン駅、深夜帯は、IRT ホワイト、プレーンズロード線東180丁目駅となっているため、週末と深夜帯は2系統が3番線、2番線の、両方を使用する。路線のトンネル自体は駅を越えアベニュー H との、 交差点付近まで数百フィートほど伸びているが線路は敷設されていない。2006年頃まではこのトンネルはホームから見ることができていたが、現在は覆われており見ることができなくなっている。駅には乗務員休憩所などの関係者のみ通行可能な扉がいくつかある。また、2系統列車乗務員詰め所が3番線側に、5系統列車乗務員詰め所が2番線側に存在している。 トイレは改札口付近3番線側に位置している。駅には1996年にミュリエルカスタニスにより制作されたブロンズ製アートワークフラッテブッシュフラギスが飾られている。ありがとうございます。